はい、皆さんこんにちは、ダイリーです。今日はですね、ちょっとね、自分お金の使い方が、釣りに関しては、結構お金使うんですよ。ただ美に関しては全くと言っていいほどお金を使わないんですよ。で、今回美意識高め断水を目指そうかと思って、こういったものを買って用意したんですよ。こちらになります。じゃじゃーん、ゴソン、鼻の毛ですね。鼻の毛をゴソンといったろうかと思って、脱毛ワックス、超簡単、鼻毛脱毛ワックス、これを今回やって、ちょっとでも美意識高め断水になろうかと思ってます。まあ多分やったことある方とか、もうすでに知ってる方は、もうこれ結構前から、何年も前からあるんで、もう知ってる方多いと思うんですけど、鼻毛をカットするとかそういうのじゃなくて、ワックスをブツッと刺して時間を待って、引っこ抜く、まあ、ここに書いてあるんですけどね、このレンジで温めます。で、鼻に入れて勢いよく抜くだけ。ここに書いてありますね。ブラジリアンワックス脱毛とは、一般的にサロンで行われるワックス脱毛、特にビキニラインとその周辺のデリケートゾーンに行います。欧米諸国ではカミソリで処理をするも、手軽さや仕上がりの美しさからワックス脱毛が多く用いられてます。ブラジリアンワックスです、っていうことで合ってますでしょうか。ブラジルの人、ブラジルの人、合ってますか。ブラジルの人っていうか、下の階の人に怒られそうですけど、うるせーっつって何かブラジルだ、うるせーっつってで、セット内容、ブラジリアンワックス 15g、あとカップですね。それをワックスを入れるカップ、鼻に刺すスティックですね。これが入ってます。まあちょっと説明しててもちょっと分かりにくいと思うんで、ちょっと実際に今からやっていこうと思います。レッツゴー。はい、開けてみますね。うん、うん、おお、これはなんか怪しい薬かな、これ。ワックスの固形というか、まあこういった粒が入ってます。そしてこれはさっきの薬をやる注射器ですね。これ違いますよ、そんなこと言ってたらこうなっちゃいますよ。これがスティックですね。そして、お、なんこれ、え、なんだこれ、これカップですね。お客さん、最近どうですか。うちのバーにあまりいらっしゃってないじゃないですか。何かあったんですか。お、え、なんだよこれ。もうすでになんか準備万端ぐらいな感じでもうセットされてますね。これをだから多分レンジで温めて、でここに棒を刺して鼻にぶち込むという感じですね。蓋がついてるんで、蓋を取ってこれを温めると。じゃあやってみます。はい、ではね、ここにセットして600ワットで3分って書いてあったんで、まあ一応3分20秒ぐらいにしときましょうかね。これでやっていきます。スタート。ですね、はい、じゃあちょっとこれでちょっと待ってみます。こっからね、今約3分間待ってるんですけどね、長いですね。ちょっとこう、こう待つとね、時間って長いですよね。普通に生活したら3分なんてあっという間なんですけど、この待ってる3分ってのできました。ちょっと行ってきます。なんか待ってできてなかったです。なんか3分ってなってて、3分20秒ぐらいやったんですけど、固形の粒がまだ残ってました。なんでまたちょっと3、40秒プラスで今やってるんですけど、延長でやってきました。匂いはなんかシチューみたいな匂いしましたね。色も匂いも美味しそうでしたよ。で、スティックをね、用意してみましょう。これ多分寒いんですぐ固まっちゃうんで、
できたらもうすぐガーって絡めて、もう絡めてからできた完璧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 よ、完璧ですよ。これ見えますかね、これドロリーンとしてます。あ、危ない危ない、今こぼれかけた、危な、ちょっとんで、わつつ、熱い、え、ちょ待って、これめっちゃ熱いんですけど、こんなもん鼻に入れて大丈夫、これ絶対やばいだろ、これめちゃくちゃ熱いんですけど。 OK、 これね、これ今つけました。熱い大丈夫か、え、ちょ待って、これつ、あ、やばい、ちょ待って、ちょ待って、どうしよう、やばいやばいテンパるテンパるこれ固まるし、なんか刺さっとるんかよくわからんし、おいおい、大丈夫かよこれ、はあ、誰か教えてくれよ。いきますよ、これ2本目突入。あ、え、ええっで、この状態で、あ、これあれですね、これ声まで変わりますね。で、この状態で1分待つっていう風に書いてあるんで、このまま1分待ってみたいと思いまーす。すごい、これもう固まってますよ、これすごくないですか、これ。あ、もう固まってますよ、これカチコチですよ、これ硬いですもん、これ音がもう硬い、こっちもほらもうバキバキになってますよ、これだってすぐ固まっちゃうんで、レンジでチンしたらもうすぐこうやってやってもう刺さないと、すぐ固まっちゃいます、ダメになっちゃうんで、多分早めにもうすぐババッてブシュシュッとやった方がいいと思います。うわ、ああ、はい、というわけで1分経ちました。じゃあちょっとね、これを今からで、ね、思いっきり抜くってことなんで、ちょっと見てみたいと思う。ちょっと待って、え、これやばい、マジで抜、これ痛、ええ、ちょっと抜けないですけど、これ、え、これこれやばくないですか、これ、い、痛い、取れー、え、全然取れないですよ、マジで、いれー、痛い、え、マジで無理なんですけど、こんな引っこ抜くとか、痛い、あ、どうしよう、マジで取れ、え、ちょっとマジでどうしよう、いや、ちょっとね、やばいっすね、え、明日からもうこの生活、これで生活しないといけないな、俺、これマジでまずいですけど、こんなんで生活すると笑われるでしょ、こんなんで。寒いですね、ものすごい冷えますもんね。って無理でしょ、恥ずかしすぎでしょ、こんなの。あ、お疲れ様です、お疲れ様です。あ、コピーですか、わかりました、はい、あ、これですか、あー、いや、なんか最近なんか若い人たちの中で流行ってるみたいで、こういうのが、いえいえ、全然、いえ、全然ふざけてるとかじゃないですよ、いえ、全然ふざけてないです、ふざけてないです、はい、いえいえいえ、とんでもございません、本当にとんでもございません、全然ふざけてないです、賛成、はい、賛成、いやいや、ふざけてないです、いや、もうこれはもう仕方ないんですよ、もうだってもうこれ取れないぞ、これ、マジ恥ずかしい、あー、どうしよう、無理だ、まあ、いいか、痛い、
痛い。え？マジで痛い、マジで痛い、涙出たもん。これね、やっぱちょっとね、見せれないっすわ、これマジでエグすぎて。一応まあ映しときますけど、一応まあこんな感じですけど、うーわ、エグすぎでしょこれ。でも本当に歯がなくなった、マジで鼻毛ない。いったマジで。ブラジルの人ってこんなことしてんの？あんね、マジですっごい綺麗になります。すっごい綺麗になるんですけど、その代わりすっごい痛いです。マジで覚悟して、やるならマジで覚悟してやった方がいいです。マジで痛いです、これ血出てんじゃねえかなって思う。マジ痛かったですわ。はい、というわけでね、もし良ければ、あまりちょっとおすすめはできませんけど、痛いんで、まあ、痛みに強いぞっていう人で、まあ、手早くね、もう、いちいちこんなカットしたりとかしたくなくても、一気にバッて綺麗にしたいっていう方がいれば、ぜひやってみてください。ごっそ。まあ、お近くのね、薬局だったり、ドン・キホーテに売ってると思うんで、大体ね、ちょっとあんまり覚えてないですけど、700-800円ぐらいで買えますんで、またよかったらやってみてください。はい、というわけで今回もご視聴ありがとうございました。